皆さんこんにちは。デジマクッキングのチョウです。今回紹介する豚レバー料理は、レバー好きな方に大必見の料理です。丸ごと塩に埋めて蒸し焼きにして作ります。この調理方法で、誰でも簡単に本格的な中華の味を家で再現できます。まずは、レバーの下処理から始めましょう。レバーをボウルに入れて、水を注いでからお酢を加えてください。お酢は匂い消しの効果があります。手で周りに付着している血や汚れを揉み込みながら洗ってください。何度か揉み込むと水に血の気が出て汚れてきます。そしてこの水を捨てて、さらに流水で流し洗ったら、こんな状態になりました。再び水を入れて30分ほど浸して、さらに血抜きしてください。30分後、レバーを取り出して流水でよく洗ってください。表面の水気をキッチンペーパーなどで拭き取ってから、ザルにあげておいてください。次は香辛料を用意しましょう。生姜スライス 40g、シナモン1本、八角2つ、青山椒大さじ1、フェンネルシード大さじ1、唐辛子10本です。唐辛子はハサミで切っていきます。香りが出やすいように八角もあらかじめバラバラにしておいてください。鍋に粗塩と香辛料を入れてください。レバーは 650g ぐらいで、粗塩の量は 1kg です。間違って生姜も一緒に入れちゃいました。取り出して後で使います。強めの中火にかけて、かき混ぜながら水分がなくなるまで空炒りしていきます。最初は塩がちょっと重いですが、だいたい3、4分炒めると軽くなります。香りが立ってきて、やや黄色っぽくなります。この時に弱めの中火に変えてください。空炒りし続けて、塩の温度は120から130度ぐらいになったら、炒り作業が完了です。出来上がった塩を3分の2ぐらい取り出して、残った塩はヘラで平らにしてください。その上に生姜スライスを並べてください。塩が高温になって触ると火傷しやすいので気をつけてください。先ほど取り出した塩を生姜に少しかけてからレバーを鍋に入れてください。なるべく鍋にくっつかないようにしてください。そうしないとくっついたところが仕上がるときに焦げる可能性があります。その後、取り出しておいた残りの塩を上からかけて、レバーにかぶせて埋めていきましょう。蒸し焼きの時に均一に加熱させるため、レバーを露出しないようにまんべんなくかぶせてください。蓋をして、弱火で50分ほど加熱して、レバーに火を通してください。50分経ったら、火を止めて、蓋を開けずにそのまま30分くらい置いて自然に冷めるまで待ってください。冷ましたらレバーを塩から取り出してください。出来上がりはレバーの表面がこのように硬くなります。使った後の塩は鍋の底の焦げた部分以外は再利用できます。自分の再利用方法は焦げてない塩をもう一回鍋に戻して水分がなくなるまで空炒りします。できたら香辛料を取り除いて普通の料理に風味付けの塩として使います。レバーの表面についてる塩をしっかり取り除いてください。レバーを端からスライスに切ってからお皿にきれいに盛り付けてください。
塩味がついてますので、そのまま食べてもいいですが、簡単な調味料を作ります。お皿にクミンパウダー大さじ1、細挽き唐辛子大さじ1弱、ごま大さじ 0.5 と塩大さじ4分の1を入れてから、よくかき混ぜて完成です。各分量はお好みで調整してもいいです。調味料とセロリの葉っぱを一緒にお皿に添えてお召し上がりください。レバーを丸ごと塩に包んで焼いたので、表面はしっかり引き締まった食感で、中は弾力のある歯触りです。程よい塩気があり、そのままでも食べれますが、調味料をつけて食べると一層美味しくなります。コスパも栄養も満点です。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。